探究学習を評価する学びの探究入試。どんな特色を持った入試なの？学内外を問わず高校での探究的な学びをそのまま生かして大学での学びにつなぐことができる入試です。何が評価されるの？これからの社会ではみんなと協力して何かを成し遂げることが求められます。この入試では高校の探究学習をベースに課題を発見し、情報を集め整理して、その要点を的確に他の人に伝えられる力を総合的多面的に評価します。どんな試験が行われるの？高校の授業や個人での探究学習の成果、または試験当日に与えられた課題に沿って情報を整理し、結果を説明する力などをプレゼンテーションなどを通してアピールしてもらいます。ここが志望理由や大学で学びたいことを小論文や面接でアピールする総合型選抜とは違うところです。どんな人に向いているの？探究学習が好きという皆さんにおすすめです。興味があることに熱中できるだけでなく、それを他の人にも分かりやすく説明することが好きな人や得意な人にはぴったりの入試です。ご質問お待ちしてます。